というわけで今回はこちらでございますね。こちらもね、まあ、竹製紙になります。で、先ほどの竹製紙を紹介したんですが、これはさらに古いことがある意味わかるんですね。なんでかっていうと、最初はね、竹の色ってもっとこう茶色っぽい色してる、茶色の色してんだけど、これが年月が経ってくるとね、こういう色になってくるんですよ、竹製紙のやつってね。で、それがまたいいね、色合い具合になってくるんですね。で、これはツル、ハッツルっていうか白鳥、なんだろうね、これツルというか白鳥なのか、あるいはカモなのかわかんないけど、まあ鳥の、姿をしておりますね。で、こういう形をして、で、中身もこんなね、形になっております。まあなかなかいいね、ものではないかなと思います。こういうふうにね、竹もほら、これ年月感じるでしょう。ね、こういうふうに、きれいにこう編め込んでる。で、こういうものってあれですよ。意外とこう、結構丈夫でございますからね。結構こういうの長持ちしますよ。20年でも30年使っていただいても長持ちいたしますし、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな、そんな CM ありましたよね。もう何百年使おうが何千年使おうがもう大丈夫ですね。それだけ使ってももう壊れることはほとんどないっていう。だから意外とこういうシンプルなものほどね、壊れないんですよね。無理にこう、こじ開けようとしたらいけないですけども、まあそういうことをする人ってめったにないと思うけど、まあそういうことをしない限りはね、長くこう使えるもので、なかなかいいでしょ。で、これがある意味こう、日本人独特のさ、こう、ね、やり方なんだよね。日本人ってのはこういうものをね、丁寧にこう作り込んでいって、これをポンとこう飾っておいたりすると、またこれがね、食卓をこうよりこうにぎわかせたりとかね、部屋の雰囲気をこうガラッとまたこう変えてくれるんですよね。こういう竹製品がね、どんどんたくさん部屋にあると、またそれもそれでまたいいんだよね。そうするとなんか日本の家だなっていうさ、古き良きそのね、農家っていう感じじゃないけど、まあそういうところに置いてもぴったり合う、まあそんな家で、そんな感じでございますね。まあもっとも今家はね、こうコンクリートの家とかがね、建ってきちゃって、昔みたいにこう木材を使ったね、家というのはなくなった、まあなくなったわけじゃないけど、まあそういう家はすごく少なくなってしまいましたけども、まあそういうコンクリートの家でもね、こういうふうなもの、竹製品のものをこう一つでも二つでも、あるいはたくさんでもこう置いていただけると、よりこう癒しの空間になってね、いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。ここにちょっとしたこの目がここ書いてあるんですね。こうやって目のところもちゃんとあって、くちばしのところもちゃんとね、これはちょっと木なのかな、なんかそういう感じでこう作られてて、なかなかいいなっていう感じですね。というわけでどうもありがとうございました。